食べる人の命を支える食の源は清らかな水です。で、農村は農業では採算が合わないということで、もう都市に向かうことになってしまう。自分たちの町をね、次の世代につなげていく。すごく危機感をみんながそれぞれ持っているんだけども、どうにしていったらいいかっていうことだけが分からなかった。まあ灯油であるとかガソリンであるとかはもうものすごい外から買ってるわけで、そしてまあ資源がたくさんあるのに全然もうほったらかしになっちゃってる、まあ、そういった課題だらけのことがまあチャンスだっていうふうに捉えて、まあ僕は実践していこうと。コンセントのこう向こう側がですね、まあ、自然エネルギーの発電所につながっていて、そして自然エネルギーの発電をしている地域にね、そのお金が行くっていう。なんかやっぱ東京にいた時はどうやってお金を稼ぐとか、どうやって会社成長させるかみたいなところで動いてたんですけど、なんかそういうのをもっと超えたところでの価値観というかね。彼らはまあこの地域の昔からのその生活をこう学ぶ、僕らは彼らから逆に気づかされる。合理性、コスト、効率、利益、スピード、その中で一生懸命生きてるけど果たして幸せですかと。物を作っていくっていうのはやっぱりワクワクするじゃないですか。いろんなものを犠牲にして成り立つ経済から、自分が楽しいかとかね、自分はこれで幸せかとか、そういう問いがちゃんと真ん中にあって、今日もなんかこういう大家族的な感じでいろんな人が集まってきて一緒に作ること自体がなんか楽しいというか喜びというか。